どうも、カルベ病院のカルベです。今回は後半戦ですね、実践編の後半戦の説明に入っていきたいと思います。後半戦の、基本的な症例ダウンアップ法はレクチャー編で説明されてますので、そちらをご覧ください。で、今回は、ちょっと実践編少し難しくいい症例ですかね、を説明していきます。で、後半戦のまず最初の難しいところは飛脚の超え方ですね。 LCF の超え方、そこが重要なんですけれども、そこで、変な、ターミを作るとそこからループが形成されていってしまうので、なかなか解除できなくなってしまったりするので、 LCF のところの超え方っていうのがすごく重要なので、今回は3例ほど、症例を提示したいと思います。で、まずは右側が LCF 右側外が有効だった症例ですね。じゃあちょっと始めます。これ LT ですね。ちょっとここしんどいとこなんですけど、ちょっと頑張ってもらいたいんですが、大きく息吸って、大きく息吸って、息止めて、いや、楽にして。ちょっと、力が抜けますね。どこに抜けるかだな。もう一回。なんかいい形っぽかったけど力は抜けた。息止めてて。いやー、ダメだな。悪い、右向き。うん。はい、では足持ち上げますね。じゃ今度は私の方に行きますね。はい、お尻後ろです。はい、つま先ちょっと前出します。難しいですね。ちょっと右向きでちょっとトライします。もう一回ね。ここはバッチリ。大きく息吸って息止めてて、一回楽にして、さっきよりは力はかかりますね。もう一回大きく息吸って、はい、楽にして、難しいな。で取りたいですね。こうなってる、こうなってる、こうか。で、上。こう折れ回ってますね。引いて。
くない？大丈夫？ということで、今、右側外が有効だった症例ですね。基本的には、LCF のところは、行外でやるんですけれども、ダウンアップでやるんですが、LCF でどうしてもちょっと力がどこかに逃げるんでしょうね、きっとね。横隔膜でこう、深呼吸して、横隔膜で押してもらえるような感覚がある場合には、ちゃんと横隔膜に力がかかって進むことができるような形になっているはずなんですけども、横隔膜こう深呼吸しても横隔膜の方に力がかかってないと、有効には押せないんですね。なんで、多分、こっち側かな、体の右側とかどっかに力がにこう逃げちゃう形になっちゃってるんだと思うんですね。そういう場合に、そのまま押していくとやっぱりしんどくなってしまうので、右側外だったり左側外を試すわけですけども、基本はまず右側外を試すことが多いですね。こうする右側外にすることによって、歩行結腸こちら側に重力で垂れ下がるはずなので、そんなに突っ張りをこう突き上げを抑えて重力にの力を借りてこう落とし込めるというかね、そういう形になることが多くて右側外を試しますね。で、MT のところでちょっと行外にすることも多いんですが、今回はそのまま C まで行っちゃいましたけども、右側外だとやっぱりMT 以降がこっちにクシャッとなって分かりにくくなることがあるので、そこをちょっと分かんないときは行外にしてみると結構、分かりやすくなることもありますので、いろいろ試してですね。で、今回はで難しかったんで、ちょっとできるだけ脱臼して、で折れ曲がりも強かったので、ちょっと貫空方向分かりにくかったので、注水で少し粘膜と、距離を作って感覚方向を探しやすいように注水をしながらってやってますね。はい、じゃあ次ですね。で、次はですね、今度は左側外が有効だった症例ですね。痩せた女性に有効なことが多いですね。で、こう LCF のとこを引き切るとですね、挿入長が30センチぐらいになっちゃうような方ですね。で、そういう方っていうのはもう飛脚がぐーんと下がって、もうおへそぐらいのレベルまで下がっちゃうような人が、固定が悪くて下がっちゃうような人いるんですけども、これをですね、右側外にするとこっちに重力がかかる側なので、やっぱりこっちに落っこっちゃう側になっちゃうんで、力がかかりにくくなってしまうので、左側外にすると重力でこっちに落ちるので、こっちに押さえながら進めたいということで、左側外にすると力の伝わりが良くなるっていう人がいらっしゃるんですね。なんで、いろいろ試してみるといいと思いますので、いろいろやってみてください。まずじゃあ左側外の症例ですね。もう LCF わかりづらいな。ちょっとストレート感覚にして体外ループ解除ですね。仰向けお願いします。両膝立てて、お尻左一緒に上向いて、はい、お尻もっと左、右足左足の上に組んでください。大丈夫？はい、でこれアップで引いて引いて、アッププラス左アングルで関空を捉えて、
あ、これ以上引けないから。これがもう LT の入り口ですよね。LT の入り口ですね。大きく息吸って、息吸って、息止めて、これ押してます。横隔膜で押してもらえる感じないですかね。一回楽にして。横隔膜で押してもらってない感じがないっていうことは、ちょっと腹腔内どっかに力が逃げてるんですね。だからちょっと痛みが出るかもしれない。大きく息吸って、息止めて、ちょっと我慢ね。こっから力が伝わり始めます。ちょっとずーっとなりますね。はい、楽にして。ちょっと痛そうなので、どうしようかな。これ全部で引くと、これ30センチなんですよね。だからだいぶ下がっちゃうので、すみません。ごめん、ちょっとやっぱりね、左向きになってもらっていいかな。うん。左向き試してみましょうか。はい、足崩しても、はい、最初の体勢です。はい、お尻後ろです。はい、つま先前です。ちょっと左側外試しますね。じゃあ、いきます。一回大きく息吸って、息止めてて。そして、まあ、さっきよりは進みますよね。ダウンです。ダウンです。はい、一回楽にして、ダウンですね。右手はあんまり押してないですよ。ダウンの左アングル。ちょっと違うか。ダウン。ダウンの左アングルですね、やっぱね。ダウンの左アングル。で、アップ。左アングルか。左アングル。ちょっとエアが多いなと思ったら、吸引して、ちょっと軌道修正できる。これで仰向けかな。ごめん、これで仰向け。じゃあ、また上向きます。じゃあもう一回膝立てて右足左足の上に踏んでください。ここで、はい、あ、ちょっと待ってね。これね、アップの引いてダウンだな。アップで引いてダウン、しんがり引いて次の感覚方向を見定めて、まだ左ですから左で引いて左アングルか、左アングルで引いて、で上方向に来たら、これも RT なのかな。で右アングル、RCF っぽいな。右アングルのアップで A か。ね。まあ左側外が有効なそうですね。ということで、左側外でやるとちょっと力がの伝わりが良くなって、LCF 超えられると。で少し、MT のところで軌道修正できなかったんで行外にして引いたらこういい形になるということですね。かな。あと、後半まあ、S 前半戦の時に言った、こう、ひだを一枚残して、遠い目の粘膜を見るんじゃなくて、内側のひだを見てやるといいっていう言ってたんですが、なかなか後半でそれをちょっとできてないのが現状ですね。こう、後で見返すと、ちょっと粘膜近いなっていうのを反省するところですね。なんで、これから、ちょっと、もうちょっと手前で、勝負、じんわり引いて次の感覚を見定めるようなやり方でやないとちょっとね、方向性この視野だと分かんないですけど、まあ後半でも動きが大きいんで難しいんですよね、それをやろうとするとね。まあまあこれからも修行しなきゃいけないということですね。はい、これがですね、行外にするのかな、行外で、LCFプッシュで超えるんですけども、ちょっとねじれが加わるんですね。でそのままそこ画面が正面に出てきたからってそのまま押し進めるとそのねじれ解消しないまま
押し進めると変なループがここで作られちゃうので、後の方がきつくなってくるということがあるので、もう LT のところで軌道修正できるとあとは楽ですよっていう症例ですね。ちょっと見てみましょう。エザーに溜まってるところは LCF ですかね。ここはボトムになってると思います。じゃあ仰向けね。で、体外ループ解除ですね。で、抜きます。両膝立てて、お尻左ハの字でいいかな。はい、右足持ち上げます。両膝伸ばして大の字です。ここ入ってるからちょっと足広げてください。ありがとうございます。 LCFLCF もちょっと引けちゃうような人はできるだけ引き引きですね。引いて今右アングルちょっと下にしたと思うので、右アングル上だアップ、まだねじです。右ひねりでアップ、右プラス左、あ、アッププラス左アングルでフルアップかけて、右ひねりで短縮したら戻す。でね、ここも LT なんですよね。アッププラス左アングル。ここはちょっと右ひねりのが、かかってる状態なんですけど、まあ、ここのままちょっと落ちますよね。大丈夫？はい。ここでね、30センチなんですね。だからだいぶ LCF 下に下がってますね。で、ここからまたぐんと伸び始めますね。アッププッシュです。で、大きく息吸って、息止めて、楽にして、でダウン方向に来てますから、まあ悪くないけど、ちょっとねじれてはいるんですね。ダウン、ダウンですね。ダウン、ダウン、ダウン。ちょっと、ねじれを、軌道修正必要ですね。これダウンって今引いてますね。あれ？どこに来る？まあ、楽しい。大きく息吸って、息止めて、ダウンで引いて、ダウン、ダウンで進めて、アップ方向に来てるんですけど、アップで避けて、左アングルで避けて、ここか。はい、楽にして、ダウンで引きます。軌道修正するポイントを探さなきゃいけないんですけど、ここも抜けるか。大きく息吸って、また伸びるんですけど、楽にして、ね、アップ方向に出てくるのはあんまりよろしくないですね。軌道修正が多分必要ですね。引っ掛けて、これね、左ひねりで引きます。巻き上げます。巻き上げます。巻き上げます。ちょっと抜けてもいいので、あ、これいい動きですね。で、巻き上げます。左ひねり。抜けるか。ちょっと戻しますよ。これね、いい形になってますね。いい形ですよ。でも安定フにしてんのかな。ダウンで引きますね。で、左、左、左、まだ今アップですね。アップで引いてます。アップで引いてます。これまたちょっと左だな。これアップですね。これ今アッププラス左アングルでちょっと強くアングルかけて引いてます。
抜けるんだよな、このじんわり引いて距離を見極めて引いたらここも右下だな、これも右ひねりですね、向こうの粘膜を舐めるように大回りで右右じゃないと多分あそこでまた伸びちゃうんですよね。これでいいか、うまく詰めて C ですね。はい、どうですかね、LT、まあこう複雑な屈曲がこう重なり合ってるような方は、まあ弾けるうちは弾いて LT、確実に LT に入ったところから押しに転じるわけですけども、そこがまたグーンと伸びて、弾いた分全部なんか借金返してしまうような、貯金を返してしまうような形になったりするわけですけど、その時に、ね、押した時にねじれていくような形になった場合には、変な屈曲を作ってしまうと。で、基本的にこう押してねじれるっていうのは変な形になるっていうことなんですね。で、引いて回ってくるっていうのはいい形に戻ってくるっていう、考えでいいと思うんですが、押していくとこうちょっとねじれていくと。で、ねじれてできた屈曲をちょっとなんとか超えて、その後土管状になりましたね。で、前に、関空が見えているからそのまま押し進めようとすると、後々はまるということで、そこでなんとかこのねじれた形を解消しなきゃいけないっていう、借金はできるだけ 早めに返すということが重要かなと思いますね。ということで、まず、後半戦ですね。今回、参照例 LCF の超え方のところをね説明しました。またあともうちょっと MT とかあと LR かの説明の動画も作ろうと思っています。今日はじゃあここまでです。ありがとうございました。